んにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。984日目、アウトサイド逆足ですね。連続100回挑戦ということで今日もやっていきたいと思います。なかなか最近だと20回30回とかぐらいしか、まあ、いかないんですけども、まあ、でもね、次のステップというか、まあ、上昇するための、まあ、停滞というか、停滞ではないのかなって自分では思ってます。回数はなかなか伸びませんけど、まあ、いろいろもがいて、そして、上に上がるための準備なんだと思っています。ということで、まあ、今日はですね、まあ、ボールをよく見ながらしっかり見て、そしてまああまりなんか思い詰めないで、まあ、真剣に、そしてまあ楽しくやっていきたいと思います。はい、ということで、では行ってみたいと思います。よいしょ。では今から5分間ですね、やっていきます。よし、では行きます。今日2回目の14です。
忘れました。まさか。ということで今日はなんだろう、20回ちょっとだけ行きましたか。なんですかね、全体的にやっぱり打点が高いのかな。そしてまあその足のこのくるぶし付近で当たってるような気がしますよね。それなのでなんか自分の後ろの方向に行っちゃったりとかするし、あとはねこう、ま、前に行っちゃうんですよね、ボールが。っていうことは距離が離れてるんですよね。なんかそこなんですよね、難しいな。やっぱ難しいですね、アウトサイドは。連続100回。まあでも、まあ、いずれできると信じて、まあ、諦めなければ夢は叶うと思うので、まあ、きっとできると信じてやっていくしかないと思っています。そうですね、まあ今日はこの辺にして、またちょっと自分のプレーも動画で見ながらできればなと思います。まあこんな日もあるということでね、やり続けること、まあ、いかにこう難しいかって本当つくづく感じますね。本当に今日ももうやめちゃおうかなとか、ちょっとだるいなとか、めんどくさいなとか、まあ思うこともやっぱり正直ありますけど、やっぱりちょっとでもやっぱり夢を諦めたくないのでやっていきたいと思います。はい、では今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。まあ今日はちょっと風があって、なかなか今季節の変わり目かもしれないんですけど、お互いに体調を気をつけながら、ね、今日一日良い日にしていけたらいいなと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。